面の前の皆様、こんにちは。エルクラでございます。今回もやっていきたいと思います。いつもコメントありがとうございます。そして評価ありがとうございます。いやー、おかげさまでですね、こんな長いことデッドバイデイライト、一気を出してるんですけども、おそらくね、私のチャンネルの中で、最も長い動画再生、動画再生というか、実況シリーズになってるんじゃないでしょうか。ここか、山岡さんちか。山岡さんち広いからな。お、昼日に。いやー、引っ越したいは一軒家に、戸建てに、音問題がね、上の階の音問題がね、起こるたんびに引っ越したくなりますね。ここなんもないとこなのに、何あ、追われてんのか。追われてんの。どこ。そこ。いや、待って。そんなことあります？そんなことある？よりによって私の目の前のロッカーになんか飛び込んできたんだけども。怖いわ。本当に肝を冷やしますよね。あ、バベチリ対策してもいいんだがどうしようか。じゃあ行きましょう。対策っちゃおうぜ。なんかね、デッドバイデイライト、正月イベントがあるらしいです。なんとね。うん。正月、旧正月のイベントかな。うん。また花火とかね、使えるらしいんで。楽しみですね。ブラッドパーティー。ブラッドポイント2倍もね、おそらく来ると思います。ちょっとなんかめっちゃずっと近いんだけど。どこ？え？何これ？めちゃくちゃ近いんだけど、ずっと。今行くぞ。おしゃれな、あ、君もネアじゃないか。二人してなんかすげえな、お笑いコンビみたい。ちょ、まずいよ、それ。うわ家の中でチェーンソーを振り回したら、いけませんよ。さあ、しかもあれだ、モンブランビリーじゃねえか。もう、体がモンブランみたいなさ、モンブランケーキみたいな。うわぁじゃあ、引っかかったと思って終わった、人生終わったと思ったら。いやー、まさか、ビリーが先を読んで、ずらしてたっていうね。OK。スケートリーン。始まりました、スケートリーン。いやー、ちょっと待って、引っかかる。まず。ここに。いた、頼む無理というわけで、そんなわけはない。人は無理だと思った瞬間ダメになります。できるんです。可能なんです。やればできるんです。はっそうで、歯まで組み合わせていく。このしぶとい女シリーズ。しかし、スカート履いております。可愛らしいね。こんぐらいのスカートの丈、いいね。怖い。もうちょっと奥でやりましょう。いや、参ったね。今回ご紹介した映画はサイコパスな女が出てくる映画、デーモン・インサイドというものです。これ一体どんな映画かと。ある夫婦、同性愛の夫婦、女性同士のね、夫婦が、まあ、休み、バケーションのために、奥さんの実家かな、うん、の別荘みたいなところにね、遊び行くんですね。で、いや、素敵なとこだね、みたいな話になってくるんですけどね。
その奥さんの昔の友達が現れてね、で子供の頃に起きた、その奥さんの周りに起きた不幸な事故だったりなんだったりがね、こう聞かされることになるんですね。死刑、それが異常に怖い、不気味だと。もしかしたらうちの奥さんサイコパスなんじゃないかと。ちょっ今回何かと怖えな、おい、サイコパスなんじゃないかと、うん、だってちょっと疑惑の目が向くわけなんですが、実は奥さんはね、やばい女でみたいな。これ予告編見てもらうと分かるんだけど、結構怖い、あの演出が。女性の演技力なのかな、心を持たない感じのね、あのサイコパスな感じはね、すごい出てて、サイコパス好きにはね、ぜひ見ていただきたいなと思います。一体その女に何があったのか、何が起きてそうなったのか、結構えぐいシーンがあったりするんですよ。まずい、ちょっと待て、まず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 い、このまま平和にはいかんと。まあそこがデッドバイデイライトの怖さでもあり楽しさでもあるところ。あ、いいタイミングでネア行ってるね、紫ネア、緑でネアが、ちょ、危ねえ、危ねえな、それ。いや、もう一人回復させて。今。飛び立て。あ、もう一人はもうゲートのとこだ。これゲートのところにいるから、あとはあのノブが出れれば、OK なんだよ。大丈夫？いけてる？これ。三日目行こうか。あー、まずか。これはね、絶対助ける。全員脱出目指すぞ。こっち飛んでくるから、バーベチリで。飛んでや来ない。あ、ゲートか。ゲートのとこか。大丈夫か。じゃあ。じゃあ、行きますわ。持たれたマジか。ちょっと待て。のぼ。はよ。のぼ、そっち逃げんの。のぶ、ちょっと、カーブ今のうち救ってやってくれなんだ、なんか、とんでもない、後半とんでもないことになり始めたな。おいおい、女の子の太ももを触るなんて、ほんとハレンチなやつね。しかも生太もも、ちょっ、まず、ちょはっまずい、ちょっと、入ってきた、いけるか、それ。あー、デビキン、まずい、おしゃれデビキンが。え、助けいけと、オッケーオッケー、お前は来いと。なんで、どっちやあー、間に合わない、これは間に合わない。あー、でも治療しきよう。ちょっと待って、もう私行くわ。どうせ出張るからさ、絶対に救う。今、うーん、出大丈夫、まだ私ね、もうワンチャンあるからと言っても絶望的な状況ではある。しかしそこからネアが飛び出してきた。すごい連携。みんな、この土壇場に来て、とんでもない連携力を見せ始める。これがデッドバイデイライト。これが e スポーツ。e スポーツではない。ちょっと待って。じゃあ、私で、出張るか。何石で開けた。えまさか。モンブランビリーが。んモンブランビリーがまさか我々の連携力に
連携力を見て改心したというのか人間の心を持ってしまったというのか、なんとCG と、あー、ありがとう。お、キラーの人が褒めてますね、チームのことをね。いやー、ありがとうございます。そんなわけで、ご視聴の方ありがとうございます。そしていつも評価ありがとうございます。皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。メルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知が行くようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。